アンゴラ人民共和国は、アンゴラで、社会主義国を自認し1975年から1992年まで、存在していた国家である。第二次世界大戦後、宗主国であった、ポルトガルのエスタドノボ体制は、アンゴラの植民地支配を継続していたが、1961年に、アンゴラ独立戦争が勃発した。独立戦争の末、 1974年にカーネーション革命が発生し、ポルトガルの新政権は独立を認めアンゴラ解放人民運動が主導し、1975年11月11日に独立を宣言した。アンゴラ人民共和国は MPLA によって共産主義の一等性が敷かれた。MPLA 政権はソビエト連邦を、キューバ、 モザンビークとの友好関係を保っていた。一方で、アンゴラ全面独立民族同盟として知られる反対党派は、南アフリカ共和国とアメリカ合衆国の後演を得て、MPLA と内戦に突入した。1991年に、MPLA と u n i t a は、ビセッセ合意に調印し、アンゴラにおける複数正当性が認められた。しかし、 ひどい論争が続き、アンゴラ人民共和国は、最終的に1992年に廃止され、今日のアンゴラ共和国となった。ありがとうございます。